ますね。はい、OK です。はい。皆様、おはようごおざはいようございまます。す。おこそ、ミスト発行でね、自信を立て、ハートチャクラをどんどん開くお手伝いをしております。トリジャン、ネウサでございま ミラす。あかりです。はい。本日もね、素敵な皆様の笑顔とともに、朝トレをね、行うことができました。ありあがりがととうごうざいございます。ます。はい。ということでね、今日の、ネオスサプチタラトークでございますがね。まあね、人間というのはね、こう、愛を持ってね、こう、愛、愛、愛ってやってますけど、まさしくこれ、愛の人にね、サレになっていく、それを広めていくっていうね、思いでね、ライガイワークね、パラレルジャンプを行っております。じゃあ、愛の人になるためにはどうすれば良いのでしょうか、ということでね。まあ、あのね、こう、やっぱこう、ハートがあるとこね、ハートチャクラね、チャクラで言いますと、これハートチャクラになります。で、その根源はどこかってのは、心臓なんですね。ハートマークってあるじゃないですかね。ハートマークってね、なんであんな格好してるかって言ったら、心臓の形なんですよ。心臓の形をイラストっぽく、こう、可愛くしたのがハートマークね。で、まあ、内臓なんかやっぱピンク色してるんですよ。で、ピンクのハートか赤とかね。で、それがハートマーク。いわゆる心臓を表してるんです、ハートっていうのは。でね、体の中でね、一番その、磁力、磁場、振動力が高いところはね、心臓なんですね。で、ここからちょっとね、予備知識ですけど、心臓っていうのはね、癌にならないんですよ。唯一がんにならない。ならない。だって心臓がんって聞いたことないでしょ、あかりさなん。い。ないですね。まあ、ずっと振動してるからそうです。そう。うん。振動力。ね。皆さんが今日々トレーニングしています。振動力の一番強いとこが心臓なんですね。で、ここが、こう、ドクン、ドクン、ドクンとね、やっているので、血液の循環も良いし、血の流れも、もう最高に良いです。で、そういうところってね、こう、細胞がね、がんにならないということで。だから、その振動力っていうのは全身に広げていけば、がんにならない細胞、体になるってことなんですね。ということは、ね、がんとか、まあそういう病になってしまうのは、振動不足だ、ね。じっとしているとかね、こうね、塞ぎ込んでいるっていうことは振動不足なので、まあそこから病になるということで、もうね、しっかりとね、こう振動させればいいんですねってね、踊りでもね、飛んだり跳ねたりしてね、っていうところでございます。じゃあね、ハートチャクラ、どうやったら開きますかね、ということなんですけど、ね、まあ我々ね、こう、生まれたての赤ちゃんね、で、お母さんがいてね、で、お母さんが、なんとかちゃん、とってもいいね、いい子だね、かわいい子ちゃんだね、ってこう、育てますよね。で、まあそんな感じで、お母さんとかね、前の人はね、赤ちゃんをそこを褒めて育つんですね。で、ところが赤ちゃんからしてみれば、いつもこう、褒めていただいてる、受け身側ですよね。だから、褒めてもらわないと、なんか機嫌が悪くなっちゃうとかね。あるじゃないですか、小さなお子様でもね。うん。だから、そういうふうに育ってきてるんですね。要は、他人から評価される。他人から褒められないと、ご機嫌が上がってこないよっていうふうに、インプットされてしまっているんですね。ところがね、皆さんもう大人になって、社会に出て、で、そんなにね、朝から晩までね、他人が自分を褒めてもらえるでしょうか。ねえ。ね、どうでしょうかね。あかりさん、どうですか？お母さんから褒められたことありますか？思い出は、お母様から。ない。ないんやけど、いや、褒めるっていうか、私はあなたのことを信頼してるから、何やってもいいっていう感じで育てられそうた。ですね。それはね、本当愛ですね。はい。ね。で、例えばね、まあそういうふうに、周りからは褒めてもらえるんだけど、自分が自分を褒めるってことはなかなか、そういうの教わってないんですよね、それね。で、そこがポイントなんですよ。ね、自分で自分のことを褒める。ね。これ大事ですね。なんでかと言いますと、こう、他人からの評価って、他人っていうのは、こう自分の本当表面的な、ね。こう、ネウサでもこうで、ライブ配信するとこだけを見て皆さんが、あ、ネウサってこんな人だなって、ちょっと垣間見るっていうか感じるだけじゃないですか。しかしね、365日24時間、いろんなことが表裏あるわけでございます。だから、全部知るとまた違う見方も出ますし、で、そこのね、365日24時間を全て知っているのは、あかりさん、誰ですか？自分ですね。自分です。ね。まさしく自分オペレーションでございます。自分軸、自分オペレーション。自分自身が自分の本当の奥深いところまで分かっている。で、またね、こう、霊的な、スピリチュアル的なことを言いますと、こう、インナースペースね、内なる宇宙の中に、自分の魂と宇宙根源の湧き水がもう入ってね、この二つのエネルギー体が、こう、うまくね、コンビネーションで動くことによって自分というのがしっかりとしてくるわけですね。ですから、自分なんです。ね。だから、他人からの評価を待っているようではもう、
待ちぼうけ。待ちぼうけって歌がありますね。いくら待ってもその来ないんですね。そういうことはまあ自分からやってしまう。ね、自分自身で自分をどんどんと褒めてね、褒めちぎるですね。前やりましたね。胸に手を開けてね、自分を感じてみましょう。ああ、納得って。これですよね。で、ハート開く。ね、で、朝トレでね、いろいろこうね、肩甲骨剥がしてね、こう閉じてみたり、そしてね、ストレスってこうやってやりますね。この時も胸を開いて、高さん言ってますよね。こう、やっぱり体を開くってこと自体が物理的に開くっていうことも、結局その気持ち的なハート、チャクラ、ハートを開くっていうことに、まあ、つながってくるということでね。まずね、自分が自分を褒める。ね。褒め癖をつけることによって、ね、ハートチャクラが開いて、今度はね、自分の心に余裕が出てきますんでね。余裕が出てきたら、今度は人に対して褒めてあげれることができる。自分に余裕がないとね、人を褒めることができないですね。もう今度は責めるばっかり。あんたダメじゃないのって、そういうとこばっかりにこう気が向いてね。それで人間関係が悪くなるってまあ、のがあ責りめまるすよね。人は自分が満たされてないから責めるっていうことですいいこね。と今おっしゃいますね。そういうことですね。自分が結局こうね、満たされてないので他人を責めるようになる。だから自分が満たされて心に余裕ができると、他の人に対しても褒めてあげれるようになる。まあ、これはまさしく愛の人ですね。で、こう愛の人をね、どんどんと広げていくっていうのはね、まあ、地球癒し隊の活動でございまして、そのために、いろんなね、フェニックスウォーターね、スメラデンジャでね、ということで、今ね、こうスメラデンジャのこう、昨日やりましたけど変わってきましてね、ただ伝授するだけじゃなしに、いろんな愛のワークも同時にやるようになってね、昨日はこう、カルまあ、でマ。も自分自身のワークもやってますよ。そうそう。2つやってますからはい、ね。2つね。そういうこともどんどんと広がっていってますので、皆さんもどしどし、まあ、スメラ電磁にもご参加ください。ということで、今日のお話は、ハートチャクラを開く、自分を褒めようというお話でございました。はい、あはりい。がとうございます。では、ちょっとワークそうしですますかね。ね。じゃあ、はい。ワークやっちゃいましょはい、では、胸にね、手を当てていたう。はだい、皆いさんね、て、ハートチャクラにね、手当ててくださいで、ね。自分を感じましょう。そして、なんかこう、自分が得意とすること、ちょっと思い浮かべてもらって、それに対して褒めるっていうのはどうでしょで、いいですね。う。はい。褒めやすいです褒めね。やす自い分でのすよ特ね。徴ね。あ、自分はこんなことができ歌るんがうだ。まいとか、絵が描くのが好きだそうとでかすね。ね。お話しするのが好きだとか、いろいろあると思います。はい。お料理作るのが好きだとかね。そうですね。そのシーン、自分がね、こう、意気揚々としているシーンを思い思浮かい浮べかべて、て。はい。はい。で、そこを褒める。はい。ね。はい。褒めてあげてください。何々ちゃん。いつもよく頑張ってるねとかはい。今でも日じゃいいいつでもす頑張っし。てるねって。ははい。い。ということでね。しっかりとはい。褒めてあげましはい。ょでは褒めましょう。う。はい。よしよししてもいいですあ、よ。よしよよししよちゃん、しこれよもし。大事でこうやっすてね。自分の自頭こうやっ分ちて。ゃんよしよしよね。し。およ、うん頑ち張っゃんてよくし、れ。あ、困っもう毎た。日頑張って素晴らしいわよって。宇宙一があなたはってそう、ね。宇宙はい。一。ということでね。はい。ではい。褒めましょう。はい。はい、褒めてくはい。ださい。褒褒め褒め。め。はい。どうで、です褒かめね。られて、その感ハート覚チャがクラね、のしっかね、り感じましょう納得ね。しながら自分を感じてね。はい。自分が自分を褒める。これ最高のヒーリングです。はい、そうですね。はい。今日、思い出したら、またやってみてください、この後もね。ウェブに手はをい。当てて自分をはい。感じながら自分を褒める。ね。はい。で、ここでどこんれどんことそ愛のつけ人。ると、どんどん変わってきますよね、変こう、わり自ま分のすね。中がやっね。ぱ開いてきますね。ハートが開いて、心が開く。ね。自分が心を開けば、周りの人も心を開いてくれて、人間関係が良くなってね、幸せな地球、世の中になっていくということでございます。はい。では、今日も軽く明るはく、い。楽しく、穏やか、そしてハッピーオーラを出して過ごしていきましょう。では、はい。最後、締めいきたいと思います。アイアイワークやりますよ。皆さん、ミュートよろしいですか？はい。皆さん、愛の人になりましょう。では、いきます。3、はい。はい。ジャンプ、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 並ラーメン、ラーメン、んで、並んジャで、ンプ、ジャンプ、愛の人玉、愛の人玉、愛3、の人玉、ドドン。今日は自分を褒めるでございます。ーン。はい、褒めてください、たくさん。はい。素晴らしい自分に、よしよし、よいばはい、かよんってしこよとね。し。はい、はい。ありがとうありごがざとういごまざいす。ました。はい。ではね、今日も、ね、オペレーションの方、お仕事の方、お出かけの方、ご用事の方、いっいっててらっらっししゃゃいいませ。ませ。よい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 よ。皆様ありがとうございます。最高でし本日よろした。はく、い、よろしくおご願覧いのし皆様、ご参ま加の方、よろしくお願いいたします。す。はい、スメラ電磁受けたら朝トレ参加できるよ。来てね。東京スメラね、ビッグスあ、メラそうもありそうますそう。からね、さあ、はどい、しどし来来てください。て、生ジャンベとね、生モノレスをね、感じてください。はい。